ふるさとに愛を、助け合い支え合い、田中愛です。よろしくお願いします。おかしくないですか？普通に昼働くにも子供預けられなくて、夜の商売だったら預けるところがあるって。解雇の対象になると注意書きも入れるからな。私も契約に立ち会わせていただきます。私たちはお互い好きなんだなって。生活が苦しくて夫が私に暴力を振るようになっちゃって、どうしていいか分からなくて。どうして議員になろうと？何撮ってんだ？ああ、どうも。